ローマのミトラス・ミスラは、イラン神話に登場する、英雄神として、西アジアからギリシア・ローマに至る広い範囲で、崇められた神。インド神話の神ミトラと起源を同じくする、インドイラン共通時代にまで遡る古い神格である。その名は本来、契約を意味する。イランでのミスラのほか、インドのミトラや、ギリシア・ローマのミトラアースについてもここで説明する。 インド神話では、契約によって結ばれた、名誉をも意味し、友情、友愛の守護神とされるようになった。また、インドラ神など他の神格の役割も併せ持った。リグベーダでは、アディティの生んだ十二柱の太陽神の一柱で、毎年6月の1ヶ月間、太陽戦車に乗って、天空をかけるという。また、同じくアディティや神軍の一柱であるバルナとは、 表裏一体を成すとされる。この場合、ミトラが契約を祝福し、バルナが契約の履行を監視し、契約に背いた者には罰を与えるという。ミタンニ文書でもミトラは、バルナ、インドラ、ナーサティアと共に現れる。後世のインド神話ではあまり活躍しない。ミスラという語形は、インドのミトラに対応する、アベスター語形で、パフラビー語では、ミフル、ソグド語では、 ミシ、バクトリア語でミイロという。古くは、インドと、同じく契約、約束の神だったが、中世以降は、友愛の神、太陽の神という性格を強めた。民間での信仰は盛んで、ミスラを主神とする教団もあった。ミトライ・シン教という動きもあった。ミスラ・ミスラは、司法神であり、光明神であり、闇を打ち払う、戦士。 軍神であり、牧畜の守護神としても崇められた。古くは、アフラマズダーと、表裏一体をなす、天足の神だったが、ゾロアスター教においてはアフラマズダーが絶対神とされ、ミスラは、ヤザタの、筆頭神に位置づけられた。このような変化があったものの、ミトラは、アフラマズダーと同等であることが、経典の中に記され、初期の一体性が保存された。 中世の神学では特に司法神としての性格が強調され、千の耳と万の目を持って世界を監視するとされる。また、死後の裁判を司るという。マニ教におけるミスラの役割は言語によって異なる。パルティア語では、ミフル神は第三の死者と同一視され、中世ペルシア語では、生ける霊と同一視される。 ミスラ神の光明人としての性格が強調され、太陽と同一視された結果、中世ペルシア語では、日曜日のことも、ミフルと呼ぶようになった。これが、ソグド語に借用されて、ミールになり、密と音舎された。宿用道とともに、平安時代の日本にも伝えられ、当時の愚中歴では、日曜日にミツ、密、密、密などと、手書きされていた。 岩から生まれるミトラス神ミスラ信仰はペルシャ帝国期、マギ神官によって小アジア、シリア、メソポタミアに伝道され、ギリシアやローマにも取り入れられた。ギリシャ語系、ラテン語系でミトラースと呼ばれ、太陽神、英雄神として崇められた。その信仰はミトラス教と呼ばれる蜜木宗教となって、1世紀後半から4世紀半ばまでのローマ帝世紀。 ローマとその俗州で広く信奉され、全脈に言論と終末思想が解かれた。最大のミトラス祭儀は、当時の後で太陽の復活を祝う12月25日の祭りで、キリスト教のクリスマスの原型とされる。後に、シンプラトン主義と結合し、キリスト教と争ったが、圧迫されて衰退した。またミロク菩薩は、名の語源を同じくすることから、 ミスラを起源とする説も唱えられている。これによると、ミロク菩薩の救世主的性格は、ミスラから受け継いだものだという。ユダヤ教の天使メタトロンの起源もミスラであるという説がある。メタトロンは、神の住居と言われる第七天に住み、ウヤハウェとも言われるほどの実力者である。タルムードの賢者アヘルは、これを、第二の神としたために、異端者とされた。 一方のミスラもアフラマズダーをしのぐほどの崇拝を受け、ゾロアスター教の正統にきっ抗する勢力を保持した。また、ミトラの持つ契約の神、武田書き者、万の目を持つ者、万人の監視者、太陽神といった性格をメタトロンも同じように保持していることがわかっている。メタトロンは契約の天使、非常な長身、無数の目の持ち主、夜景。 太陽のような顔といった性格を備えており、その衣装、ミトロンからもミスラの影響が伺える。ありがとうございます。